はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川です南アフリカランドへのテクニカル分析を3分で解説します8月1日までの週間見通しとなりますまずは結論からはい週足ボリンジャーバンド1目金公表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、はい、週足ベース底堅い動きと見ております続きまして冷やしですボリンジャーバンド下落トレンド進行中1目金公表トレンドが出ておりませんストーキャスティックス強い買いシグナルが点灯ということで冷やしベースは上目線と考えておりますそれ では、テクニカル分析とサポートレジスナスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21週移動平均線上昇しております。はい、そんな中ローソク足アはアと言いますと、21週移動平均線とマイナスシグマラインの間を推移しておりまして。現在。 21週移動平均線目前まで迫ってきております週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ですはい教えたケストキャスティックス売りシグナルが点灯しておりますがはい直近の動きですね形状的にもうそろそろゴールデンクロス買いシグナルになりつつある形状をしております売りシグナルの精度としてはあまり高くないような感じがしておりますはい続きまして週足一目金広表ですはい形状から言いますと上昇トレンドの形状ということです はい、続きまして、冷やしのボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線。21日移動平均線下落傾向を示しております。はい、そんな中、ローソク足者と言いますと、21日移動平均線上抜け。トライ中ということで、冷やしボリンジャーバンド下落トレンドが進行しておりますが、現在は買いの勢いがあるということです。はい、教えたケストキャスティックス買いシグナルが点灯しております。単に、直近の動き、パ、えーセント・ティパーセント・スローディにつきましては。 ええと、鋭角に上昇しております。現在強い買いシグナルが点灯中ということです。 はい。続きまして、一目均衡表ですね。まあ、ーソ菓子職務の位置関係から、まあ、トレンドが出ておりませんが、まあ、あの、今まで、えっ、ー、と、レジスタンスラインとしてワークしておりました、転換戦上抜け成功しております。トレンドが出てない中、買いバイアスが強い状態ということです。はい。それでは、8月1日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずは、サポートラインです。はい。8.10レベル。8.10レベルと。 考えております。続きまして、レジスタンスラインですね。はい、週足、えー、っと21週移動平均線レベル、八点二三レベル、八点二三レベルと考えております。はい八月一日までの予想レンジ、八点一番レベルから八点二三レベルということです。ポイント。 買いシグナル点灯、抵抗体、ブレイク、デケート、い加速ということで、はい、週足一目均衡表、えー、とボリンジャーバンドですね、まあ、上昇トレンド進行中の中、冷やしストキャスティックス、かなり強い買いシグナルが点灯しております。現在、冷やしのですね、ボリンジャーバンド、センターラインを上抜けトライ中ということです。センターラインレベルが8.157レベル、現在、上抜けトライ中。 で上にあの抜け切った場合には会議、買いが加速する可能性が十分考えられるということです。はい,そう,いうことで,です、ね、8月1日までの南アフリカランドへにつきましては、底堅い動きと見ております本日は以上となります。